皆さん大変にお待たせをいたしました。遠藤大阪よりここご当地川崎まで足を運んでいただきました日本維新の会共同代表吉村博文大阪府知事より日本維新の会力強い改革のお訴えをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。いやこれだけ多くの皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。金村さんの応援にやってきました。金村さんはこの維新の国会議員団の中でも本当に若手で優秀で実行力のあるメンバーです。ぜひねこの金村さんに僕は頑張ってもらいたいと。本当に金村さんすごい人だなというふうに思います。金村さんこのぐらいでいいですか？このぐらいでいいですか？もうちょっと見てください。この白いスニーカーが似合うのは金村さんぐらいしかいないです。まあね、で本当金村さん今回一期やってくれてますけど本当に中心メンバーでこの神奈川の地で真の旗を立てて、そして、まあ、いろんなね討論会も出てますけども金村さんは本当にすごいなと。金村さんは絶対僕はなくてはならないメンバーだというふうに思っています。ですので今日こうやって金村さんの応援にやってきまして、でもう一つね皆さんに、お願いというか、実は明日から今目の前でミャクミャクの万博のカバン持ってらっしゃる方いらっしゃいますけれども、明日から全国のコンビニで万博のチケット買えますんで、どうぞ皆さんよろしくお願いします。まあいろいろ言われてますけども、いろいろ言われてるけどもね、今日は僕大阪から来ましたけども、半年後ぜひ皆さん大阪に行って160カ国が集まる万博ってどんなのっていうのを見てもらえたらなと思います。明日からチケットコンビニで買えますからよろしくお願いしたい、そう思います。で今回は、まあ、間もなく選挙が始まるんですけれども、もう僕自身もね、今回の選挙って一体何が争点なのと、もうよく分かりません。結局なんで選挙なってんのかなと。これ石破さんが総裁になったわけですけど、じゃあ何を争点にしてるんですかというとね、もう本当よく分かりません。例えばこれをやりたいっていうので、こういう日本の方向性を目指していこうよというのをガーンと出してくれたら、それに対して賛成なのか反対なのかっていうのは分かるんですけど、まあ、それも出てこないでしょ。で石破さんが総裁選で言ってたことを、まあ、その通りやってくれるのかなと思うと、なんかもうふにゃふにゃってなってるじゃないですか。言ってたことえらい随分変わってきたねと。なんか最初は自分が総理になったらちゃんと野党と国会論戦をして争点を明確にして、私は解散を戦いますって言ってたけど、翌日ふにゃむにゃむにゃってなってたよ。私はアジア版 NATO をやります。アジアに行って何も話してないじゃないですか。いや僕は批判するのは嫌いなのであまり批判する気はないんですけれども、やっぱり筋通してほしいなというふうに思います。で今回僕は一つ思うのは、裏金っちゅうのだけはね、ちょっと本当に許せないなと思います。だって皆さんよく考えてみてください。帳簿に載せないお金、もし皆さんがやったらどうなりますかと。これは脱税です。それが国会議員自民党の中で許されています。これやっぱおかしいんです。どう考えてもおかしいと思います。税で成り立っているわけですから、何に使ったかわからないお金ですよ。こんな皆さんできるわけないじゃないです。これがなぜか永田町だとまかり通ってる。まあちょっとこれはまっぴらごめんですね。で僕もこの何にも裏金議員がいるから、じゃあどのぐらいの金額なのかっていうのを、一人、ね、1000万円2000万円とか何に使っているか分かりません。だから僕も性格悪いから数えてみました。ごトータルいくらの裏金なんかなって数えたら、なんとその金額6億円、6億円ですよ。生涯年収超えてるじゃないですか。でも金村さん、ここでもうちょっと金村さんの良い賞をします。
金村さんいや維新の国会議員は毎月自分たちの報酬2割削減してます。やっぱりおかしいやんかと、厚遇はやめようっていうので議員の報酬2割削減をしてます。で2割削減をして、そして被災地に寄付をしてます。不十分かもしれないけれど、そういうことを維新の国会議員はやって、あ、お母さんありがとうございます。金村さんがこれをやってるんです。維新の国会議員がこれずっとねやってきました。東日本大震災のところもそうですよ。で能登半島のところもやりました。その金額ずっと積み上げてきました。その金額いくらだと思いますか。その金額なんと7億円。片や裏金で6億円でしょ。片や金村さんをはじめとした国会議員のメンバーは自分たちの身を切る改革をやって7億円被災地に寄付してるんです。維新の会がもう素晴らしいとは言わないけれども、じゃあ維新の会だってね、何か不十分なところはありますが、僕はそういった意味でこの政治とお金に関してはまだ維新の会の方が圧倒的にまともなことをやってると思ってます。文書通信交通滞在費毎月100万円の領収書のいらない経費、これは僕たちも公開してるんです。もう見てくださいと、これ経費だから当たり前でも、それ自民党もやりません。維新のね大阪の国会議員怒られたんです。なんで怒られたかっていうと、大阪から新しく議員になるでしょ、だから布団とかがいるからっていうんで、その滞在費を使って布団買ったんです。ほんだら布団買うなんかとんでもないと怒られたんです。怒られたんだけど、お母さん笑ってないじゃん、怒られたけど、確かに布団ぐらい自分の金で買えようと思うんですけどね。でも、まあ、滞在費ということでそれ支出して怒られました。でもなんで怒られたか、批判されたかというと、公開したから批判されたんです。そっちの方がまだマシじゃないですか。毎月100万円いまだにポッケないないして全く公開してません。自民党も公明党もやってないんですよ。何に使ったかありません。誰が支払ってるのか、この毎月の100万円は皆さんが 税金として払ってるんです。こんなお金の使い方したら日本良くならないです。裏金作るような金に汚い政治してどうやって国民守れるっちゅうんですか。どうやって国民の生活良くなるっちゅうんですか。良くなりません。やっぱりここは金額の問題じゃない、姿勢の問題です。ここを正していかなきゃ。領収書もいらないお金まだあってね、政策活動費っていうのがあるんです。維新はもうこれもう廃止って決定しました。そうすると今度この間党首討論を見てびっくりしました。政策活動費今回の選挙で使えませんよねって聞いたらね、石破さん使いますって言うんですから。適正に適法な範囲で使いますって、それどういうことと。結局公開しません。何なのかなって、もうわけわからないです。それで本当に日本良くなるのかなと、もうそうなると思いません。これから考えた時にやはり皆さんにお訴えしたいのは、この政治の金おかしなところを正すということに加えて、やっぱりね所得を上げていく、そして一つはやっぱ社会保障、社会保障の現役世代の社会保障の負担、これをなんとか減らしていく方向にしなきゃいけないと思ってます。可処分所得を増やす方向でやっぱりやんなきゃいけないと思います。なんでかっていうと、皆さんこう仕事するでしょ、で給料見るでしょ、手取り見てください。社会保障で払ってるお金 15% 引かれてます。 15% だけじゃないですよ。事業雇用主も雇ってる方も払えますから、同じ分半々してるんです。ということは 30% 引かれてるわけです。 30% 社会保障で引かれるっていうことは、3日に1回社会保障費を払うためだけに仕事をしているのと同じことです。本当にこれで持つんですかと。これから少子化になってきます。子供たち孫たちの数は減ってきます。高齢化社会になります。で僕も高齢者になります。高齢者をお支えするのは当たり前。高齢者をお支えする上で若い世代、現役世代が頑張れるような社会を作んなきゃ、もう社会持たないです。そういう思いでこの間やってきました。例えばこの社会保険料、医療費って皆さん年間日本でどのぐらい使われてるかご存知ですか。この中にもう医師会の関係者の方いらっしゃったらもう謝ります、先に。でもこれは本当に大事な問題だと僕は思ってます。医療費年間で47億円です。50兆円、50兆円っていうお金がどのぐらいかっていうと、例えば今子育てするのに教育費かかりますね。一番お金かかるのは教育費なんです。だから僕自身は知事としてこういうことやってます。高校の授業料、これはもう完全無償化にすると。これは
私学も公立も含めて所得制限もなしです。全員を対象にして高校の授業料は完全無償化というのをやりました。これは東京だって上限あるからできてないですよ。でもこれは大阪でこれやってます。でなんでかっていうと、やっぱり子供たち孫たち、どんな家庭に生まれても、どんな家庭環境だったとしても、あ、この学校行きたいな、こっちで学びたいなと思えば、それが学べる社会を作りたいと、そういう思いでやってます。 100% 完璧は無理です。 100% 完璧は無理だけれども、それをやってます。それをもし全国でここ川崎、神奈川も含めてね、関東地域も全部含めて1億2000万人の人口です。全国でやろうとしたらいくら財源が必要になると思いますか？ 0.5 兆円です。約6000億円、 0.5 兆円でできるんです。 0.5 兆ですよ。医療費いくらでしたか？ 50 兆円です。 1% で日本の子供たちが、この医療費の 1% で日本の子供たち全員が学校、私立も公立も授業料無償化でできるんです。大学そうです。今なんでこんだけ教育の話するかっていうと、やっぱ僕教育っていうのがすごい大事だと思ってるんです。大学のね、無償化っていうのを僕は知事としても今やってます。大阪公立大学っていうね、私大不大っていうのがあるんですけど、それを無償化にしました。全員が対象です。医学部も授業料無償です。でこれも全国でやろうとしたらいくらかかるかっていうと、どのぐらいだと思います？全国でやろうとしてだいたい 0.4 兆円。やっぱり 1% ぐらいなんです。つまり医療費50兆円ぐらいかかってるでしょ。50兆円ぐらいかかってるんです。その 1% ぐらいあれば、全国の国公立大学をも無償にできるんです。圧倒的なお金がかかってる。ここもうちょっと適正化しないと僕はダメだと思います。支出がどんどん増えていったら、その支払いをする社会保険料で皆さん給料から 30% 払ってる。でもこれもどんどん膨らんでいきます。よく考えてみたらね、よく考えてみてください。必要な医療費を払うのはこれは当たり前なんです。誰だって病気になりますから。でも例えば病院ってなんか湿布もらうでしょ。湿布もらうのもあれ保険の適用でしょ。花粉症なんかもそうですよね。薬局で買えるようなのも全部保険適用じゃないですか。安くていいやって皆さん思われるかもしれませんが、皆さんが払ってるんです、実際は。お金をそれで社会が持ちますかと。これはね、もう僕のおばあちゃんの話をしますけど、僕はおばあちゃんが大好きでして、おばあちゃん子でしてね。でおばあちゃんが亡くなったのは、僕が大学20代の頃、自分のおばあちゃんが亡くなりました。でも最後はね、もうやっぱりもう寿命もあってなかなか難しいなという状況でしたけど、チューブがつながれてね、最後こう治療して亡くなったわけです。でも本当にどこまでそういった治療が必要なのかなと、これはちょっともう本当シビアな話になりますけれども、こういったことを僕はしなきゃいけないなと思ってるんです。だって本当にその医療は必要だったのか、本当に医療が必要な人はたくさんいます。だからそれにやるのは当然。でも本当の範囲ってどこなんだろうっていうのをこれ真剣にやんないと、どんどんこれから医療費っていうのは伸びてきます。さっき言ったように 1% で教育の無償化できるぐらい、そんな膨大な医療費になってる。でこれは皆さんが払ってるんです。決してタダではありません。これから若い世代が頑張ろうとした時に、社会保険料はこれからどんどん増えてきます。これを認めるんですかと。どっかでやっぱり区切っていかなきゃ、どっかでやっぱり改革していかなきゃ、皆さんの社会保険料もどんどん増えるわけでしょ。支払いが増えていた時に、本当にこの子供たち孫たちが、ああじゃあこの次の社会で頑張っていこうと思える社会になってるかどうかということなんです。僕らぐらいの年代までは逃げ切れるかもしれませんが、僕らの子供たち孫たち、あるいは今30代20代で働いている皆さんが、ああこっち側の方向を向いていこうよと、こっち側の夢見ていこうよと言えるような社会が作れているのかと、そういった社会を作るのが僕は政治の仕事だと思ってます。今何もそれは難しい。給料を上げていくためには新しい産業も作んなきゃダメでしょ。例えばアメリカなんかずいぶん給料上がってます。あんなは皆さんが今ポッケに入っているそのスマホとか、アプリ、ね、アップルとか
Google とか出て新しい産業が生まれて給料みんな上がってるんです。うわーって。日本だけですなかなか給料が上がらないの。なんでか、新産業がなかなか生まれない、そういう仕組みを永田町霞が関でやってるからです。例えば一例挙げましょう。ライドシェアです。ライドシェアは反対もあります、賛否あります。だからこの中にも賛否ある人いらっしゃると思います。それはあえて言いますが、僕は賛成の立場です。全国一律でやる必要ないんです。例えば大阪だと来年万博あるでしょ。だから多くの人が来るから、やっぱりライドシェアを俺はやりたいと、大阪で責任持ってやるって国に言ってもやらせてくれないんです。全国一律じゃないとダメだから。どうやって新産業が生まれますか。それで僕はさっき北海道から応援して帰ってきました。北海道では神奈川のように広い土地は、ね、ありますよね。神奈川のような都心ではない。でも北海道は酪農があって農業があって、そして様々なこの新しい産業が生まれる可能性あります。なんで大阪も面積少ない、なんで大阪だ神奈川の農業と北海道の農業が同じルールで行われてるんですか。こんなんで新しい産業なんか生まれるわけないんです。その地域でやはり新しい産業が生まれるような、まあ、あの規制改革してね、そして給料が上がっていくような社会を作っていかないといけません。今のこの豊かな社会を作ってくださったのは今の高齢者の皆さんです。今の高齢者の皆さん、だから僕感謝してます。もう生まれた瞬間ね、おぎゃって生まれた瞬間からそこにはなんかスーパーマーケットがあり、豊かな社会、昭和の時代がありました。それを作ってくださったのは僕らの先輩なんです。だから先輩をお支えするのは僕は当然だと思ってます。でも何分人口が少ない、子供の数が少なくなってる、これも事実なんです。僕が生まれた時の子供の数は200万人でも今はなんと70万人、半分以下になりました。その中でやっぱり高齢者の皆さんをお支えするということになれば、若い世代が元気になれるような社会を作んなきゃ。どん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 社会保険料が削られて、一生懸命働いても給料伸びない社会で高齢者の皆さんをお支えすることもできません。僕もいずれ高齢者になります。社会は順繰りなんです。そう考えたときに、将来の利益、次世代の利益、あるいは今現役で働いている皆さんがあまりにもしんどいような状況は改善しないと、最後はやっぱり高齢者の皆さんも支えることができなくなってしまいます。今そういう方向にどん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 僕は突入していると、そう思うんです。医療費なんかも右肩上がりです。社会保険料 30% 負担ですからね。こんなんでは皆さんの生活は持ちません。ですので、まあ、維新の会、そういったね、この中に医師会の関係者の方だと思うのも謝りますけれども、しがらみもありません。将来のことを考えたときに、本当に必要な医療って何だろう、本当に必要な社会保険って何だろうと、そして若い世代が両立、まあ、頑張れるようなそんな社会を作っていきたいと思います。で、日本に生まれた子供たちが、あ、日本に生まれてよかったなと、成長して今日より明日、明日より明後日、まあ、そんな日本をぜひ作っていきたいと、そう思います。そのためにはやはり自民党だけではダメ、裏金で、まあ、ポッケないないしているような政治だけでは僕はダメだと思うんです。自民党が圧倒的に強いですけれども、この神奈川の地において金村龍奈さんが立ち上がっています。金村さん、皆さんね、中心的な立場でやってますから、ぜひ皆さん、金村さんに、まだ選挙始まってません、でも金村さんに力を貸していただきたいというふうに思います。本当に我々も金村さんと一緒に頑張っていきますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回言うんですけど、明日から万博のチケットコンビニで買えますから、半年後ぜひ万博行ってください。あのリングもね、圧倒的にすごいのができてますから、めちゃくちゃすごいですよ。行ったら絶対損しない。こんな未来社会があるんだと、160カ国が集まってこの、ね、最新 その科学技術を示していこうというのをこの日本でやるわけですから、体験しないともったいないですよ。これはぜひ皆さん半年後大阪に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。大変に力強い応援ありがとうございました。吉村大阪府知事、力強い、そしてまた我々
今後の日本、この国をどう変えていくのか、力強いお訴えいただきました。ここでこの演説会を終了いたしますけれども、日本維新の会、そしてまた金村龍奈候補予定者、来週の火曜日から公示となりまして、10月の27日が投開票となります。皆さんのお力で支援の輪を広げていただきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。これよりちょっと皆さんに最後一つだけお願いなんですけど、今日撮った写真、ぜひね、LINE とか SNS で知り合いに回してもらいたいと思います。名付けて石丸方式皆さんの口コミとかそういったのが本当に力になるんです。なので今日金村さんおったよと、なんか吉村さん来てなんか言ってたでというのですね、皆さんのお知り合いの LINE とか、そのいろんな Facebook とか SNS でぜひアップして応援したてなと言って輪を広げてもらえたらなと。で、 SNS をやってない方はお家に帰ってちょっとご家族の方に広げてもらえたらなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは一段下がります。